go home.今日は冷やし中華です。冷やし中華始まりましたね。食べていきたいと思います。とりあえずこんなもんかな。今日は急ぎます。今年初めての冷やし中華どうだろうね。うん、うまい。 高校生の頃から変わってる中華料理があるんですけども、個人経営のね、こういった方がいいんですけど、ボロい家、冷やし中華、ボロい店なんですけども、うまいんですよ、マジで。普段はチャーハンとか餃子食べるんですけども、冷やし中華始めましたって言われるとね、食べてますね。今年はまだかな。 冷麺になりますよね、冷麺。あれも好きだな。冷麺は麺のシコシコ感がたまりませんよね。歯応えっていうかね、焼き肉食べた後に冷えた冷麺を食べるとマジうまいですよね。 冷麺も食べてないし、今年は行こうかな。食べにね。とは言いつつも、まあ世の中こんな時代なんで、気軽に行けないんですよね。パンデミックっていうのは過去に何回もありましたよね。天然痘とか、梅毒とかもそうだし、ペストなんかもそうなんですよね。まあスペインかでもそうだ。爆発的に増えちゃうもんね。 やっぱりその後、自宅に引きこもっちゃいますよね。これはもう世界的に協力し合ってやらなきゃダメな問題なんでしょうね。 今日は早ペコだったね。がっつり食べますけど。
散髪屋さんが営業自粛になっちゃって散髪できないんですよ。あと楽しみの宝くじ売り場もね、今閉鎖になっちゃって宝くじが買えなくなっちゃった。悲しいなった。悲しいわ。めい。これ昭和もいいよね。味変になるし。うわぁ、なんだボリュームあるんだこれ。僕ね、麺をしっかり吸えないんですよ。バキュームとかしたいんですけどもね、もう舌がないと吸い込む力も弱いんですよね。で、無理やり飲み込むと、もう気管に入っちゃう場合が多いんでね。ほんと大変ですわ。冷やし中華初めて食べたらいつだろう。もう中学とか高校入ってからですよ。今あのスーパー行けば冷やし中華ですもうセットで売ってるでしょ。生麺のね、それそんなもんなかったから。電話だったんですいません。なんか先週から食べると胸がスーッとしてくる。全然脂っぽさもないしね。
美味しい。食べるのが大好きだから、引きこもっていても、美味しいもの食べればね、ストレスもたまらないって感じで。くちゃくちゃ。ごちそうさん。まだじゃ、まだ腹減ってるよ。食べられる。中途半端なお腹の好き具合っていうのはね、困るんだけど、まあ、あとおにぎりぐらい食べたいな。でもね、あんまり食べるとね、デブになっちゃう。まあ、別にいいんですけど、今さらね。それでは、今日も美味しくいただきましたので、ごちそうさまでした。